はい、カブジーです。今回紹介するデッキは、シャドバなんですけど、機械自然バンプですね。まあ、こんな感じのデッキですね。アディショナル後に、新カードのゴールド、この、背徳の教授が、進化時の効果強くて、まあ、デッキから、手札に加えるたびに、ランダムな相手リーダーかフォロワーに1ダメージ。まあ、強いですね。これと、もうこの、鋼鉄と大地の神のコンボが強いのと、まあそうですね。あと、まあこの、ネレイヤが消えて、スレイになりましたね。スレイの方が、まあ機械でドレインついて、突進、失踪、まあどっちかがつくんで、まあゴリ押しでいけるかなという感じですかね。で、あと先行4ターン目の、エンネアとか、そうですね、ノインが増えたんで、魅惑の教鞭イオを入れております。こんな感じのデッキです。とりあえず、これで、ランクマに行ってみたいと思います。それでは、ローテの方へ行ってみましょう。はい、対戦相手の方は、エルフの方ですね。よろしくお願いいたします。さあ。なるほど。はいはいはい。ワンダコックいらないね。うん。大地の神は磁力で引いていく。さあ、行こう行こう。アディショナル5のエルフか。うん。ちょっとデュアルエンジェル多いね。まあいいけど。メガゴブリン出していきます。石頭だぞ。石頭。よいしょ。すいません。ちょっと咳がね。出ちゃったんですけど。私がサポートさせていただきます。心を出てきて、1枚ドロー。とりあえずこのね、教授がね、進化したらもうチートなんで。今、機械3枚あるね。よしよし。で、ワンダーフォー。なるほど。やっぱコントロールエルフっすね。機械と自然の調和を目指しながら、物を出していきましょうか。か弱い私に加減を頼むよ。物を出してもいいかなと思ってるんで。まあね、あとデッキに2枚残ってますし。まあこれだと鋼鉄と大地の神まだ引けてないんで、まあ駒ガンガン攻めていってもいいのかなーって。まだ、まあ PP も4なんで、どうなるんかな。体調もね、少し悪いけど、妖精竜来ましたね。で、導きで戻して、で、アリアの旋風。勇ましき風を。これだぞ。いちいち残るんで、セーフかな。なるほど。はいはいはい。進化します。不愉快です。背徳の教授進化しての、リーダースについて、で、いちいち持ってるけど。さあ、まあどうなるかな。エルフクイーンが来なければいいんですけど。風の妖精。PP4 回復するのね。強いね、PP4 回復するのは。これは強い。ナチュラルマナで。はいはいはい。で、バックで、メイちゃん。さあ、どうする?ナテラを置いてくる。で、1枚ドロー。はい。で、また1枚ドロー。追い風、そういう感じなんか?強いな。
対空で、はい、追い風戻して、マリオ、なるほど、みんなおとなしくしてて。でも手札溢れますね、次、まあ、それはいいのかな。そうですね、ノイン出してもいいけど、ドローしちゃいます。で、ドローして進化で自然追加して、ご信用です。そのためにあら、そう。で、そうですね、神様まだこう、神様まだいっか、再開。神の方はそうですね、まだ融合しなくていいかな。はい、お茶会にしましょうね。うん、これでずっとドローしていくのか、強いな、強いですね。うん、私の方が、タッチブメイ出して、ミキビキで戻して、戻したらなんか出してあれかな、4点飛ばす感じですかね。よし、リノセンスしたよ、嫌い、私の方が、嫌い。はい、で4点飛ばして、でどうするんだ、誰か進化で除去かな。でもリノセンスを手札に戻したいはずなんで、どうなるんでしょうね。リノをどうするかによってはあれなんですけど、はい、11点回復、11点回復してるな、4点回復で11点で、はい、リノセンス戻る、なるほど、いいですね。よし、融合しちゃうぞ、うん、よいしょ、ちょっとこれだと札次第ですね。ちょっとぶっ壊れたな。で、ドローと札加えて、もう一点。すごく強い。はい、ご視聴ありがとうございました。強いですね。なんか、掃除はちょっとぶっ壊れですね。すぐな、入りそうですね。そうでしたね。なあ、強かったですね。まあ、こんな感じのデッキですね。ぜひ皆さんお使いください。それでは、ご視聴の方ありがとうございました。